それより本日のメインイベント青コーナーより番長清原、そして本日久しぶりの登場、特命係長田野一組の入場です。さあ番長清原、おっとこれはですね、非常にサングラスをしてると似てますね。さあ番長清原選手、さあ長野コート NBS のカメラに向かってですね、何やら PR をしておりますよ。おそらくカットされるでしょう。カットするなよ。さあ番長清原ですね、一人一人お客様の中から可愛い女の子を探してるんでしょうか。よし行くぞ。よいしょ。さあ番長清原、今リングイン、そして特命係長田野と今久しぶりにリングインです。赤コーナーより森本慎也、無理しちゃいますね。森本慎也、地獄谷ポンタ組の入場です。さあ入ってきました。おっとこちらポンタ選手のファンなんでしょうか。さあお子さん2人がですね、エコポンタを引き継いで地獄谷ポンタが入場です。さあ長野県で一番人気のあるレスラーと思われがちでしょうが、さあ続いてスタートで森本慎也選手、こっちから入ってくるの。さあ今地獄谷ポンタがリングイン、そしてさあ森本慎也が今リングインです。お待たせいたしました。ただいまより本日のメインイベント時間無制限一本勝負を行います。青コーナー長野市は東和田勤務、番長清原。そして本日半年ぶりの復帰戦、特命係長ただの人。赤コーナー森本慎也、改めカールおじいさん。同じく僕らのみんなの谷浜の BND、 ご存知地獄谷ポンタ。あれこれやらねえよ。俺だけローカルにダメ。レフリー現役女子大生、早め。さあ、レフリーチェックをですね、行っております。さあ、カールおじさんにレフリーチェック、そして、地獄谷ポンタにレフリーチェックです。おっとよろしいですか。さあ、ゴールやったら、そうと、バンド清原がさあロープで飛ばす。さあそして、さあこれはホームランか。そしてホームラン、ワン、ツー、スリー。3秒。番長清原の体当たりになって、番長清原おり特命係長ただの人です。俺まあいっか、ちょっと待てよ。さあ本日は新生プロレス、最後までご観戦いただきましてありがとうございます。メインイベントは不甲斐ない結果だ。やばいだろ、まだ終わってないよ。おいこれで俺じゃお客さん納得いかねえだろこら。おいもう一回だ、もう一回やらせろ。おいレフリーどこ行った。スリー入ってないだろ、スリー。おいシャワー浴びてんだけど。バカ野郎早いよ、もう一回だ、もう一回。どうだ、どうですかお客さん、もう一回見たいですよね。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。 T&D なんでやらねえんだお前ら。お前ら
分かった分かった分かった。じゃあ俺もな、これだけはやりたくなかったけどな、最後の手段をな、使おう。ジャパニーズスタイル地獄谷ポンダの土下座。あ、お願いするときは土下座をしましょうね。さあ、地獄谷ポンダの土下座がマンチョン清原光から通じるんでしょうか。もっとマンチョン清原、さあ気を取り直して、さあリングに入りました。さあ、これは再試合といったところでしょうか。さあ、地獄谷ポンダのお願いが来まして、3試合となります。PNC もういいよ。あるって、なんだよ。いいとこなんだよ。いいとこだかよくわかりません。先ほどですね、正面のお客さん、地獄谷ポンダの PNC によってですね、変えられました。ぽっかりとあそこに穴が開きました。さあ、再試合ということで、試合の始まりましたけれども、一体何の試合が展開されるのでしょうか。さあ、場内から割れんばかりの、手拍子が起こっております。さあ、川口さんと、そして特命係長の田中と久しぶりの試合となります。さあ、ガチッと組み合いました。押せ。さあ、押してます。さあ、順位と押し込んでます。さあ、レフリーが止めに入る。さあ、これロープレフリーですかね。ほんとレフリーが止めに入りますね。レフリーが止めに入ります。さあ、体を使って止めに入る。さあ、森本慎也選手、そして特命係長田中とですね。さあ、そしてガチッと組み合います。さあ、そしておっと、この森本慎也選手がロープに押し込めます。さあ、これはロープブレイクですね。さあ、レフリーがですね、今おっと、ほら、もう体を使ってですね、離しております。さあ、地獄谷ポンタがこれに変われと、これはですね、何やら下のところが見えといったところですね。さあ、地獄谷ポンタがこれをコーナーに押し込んで、そして密着して、レフリーに話してもらおうという、こういう魂胆ですね。さあ、地獄谷ポンタ、さあ、体をかわします。さあ、レフリー離してください。レフリー離しに勝ってください。レフリー離しに、おっと、地獄谷ポンタが希望していたのはレフリーですけれども、ブレイクだろ、おい。さあ、番長清原が話にかかりまして、さあ、下心が見え見えの地獄谷ポンタ、これは納得いかない、ちょっともう一回やらせろということで、もう一回さあ、レフリーがですね、剥がしに来るところを、地獄谷ポンタ期待してるわけですね。さあ、そしてガチッと組めます。さあ、そしてコーナーに押し込みます。さあ、レフリーがかがしにかかるのか。レフリーが何やらですね、水鉄砲で話に変わりましたね。さあ、下心が見え目の地獄谷ポンタ、全く通用しません。真面目にやろうと言ってます。真面目にやればやるほどですね、どっちもにはまるのが新春プロレスでございます。さあ、地獄谷ポンタ、そして特命カルト頼むとガチッと決めます。さあ、そしておっと、首投げから、さあ、ここで、そしてまた、係長の首投げ、そして地獄谷ポンタ、首の係長がここで、何がすごいって、この砂浜でこれをやるのがすごいですね。やろうと思うことがすごいです。素晴らしいですね。さあ、そして番長にガッチー、さあ、番長、今日の地獄谷ポンタ、ダブルタッチじゃねえのということがありますよね。ダブルタッチというのはですね、両方選手が変わるというのをダブルタッチというんですね。さあ、これが行われなかったということは、これ全くガチンコの試合といったところですね。さあ、どんな展開になるんでしょうか。さあ、体当たり、そしてマッチョがロープに飛んで、そして上を飛び越える、そして地獄谷ポンタのドラッグキックテイクですね。さあ、そしてホールの体勢だ、ホール、ワン、ツー、おっと、かがりちゃんはロープを差し出したぞ。さあ、そして地獄谷ポンタが、さあ、川のおじさんに立った。さあ、そしてこの川のおじさんの衣装はですね、これかなりいいコスチューム着てますよ。さあ、そしてタックタックだ、お前ロープを止めろ。さあ、ロープで、おいおいおい、ちょっと待ってください。こっちの方向同じですよ。逆の方向に走らないと試合が進みません。さあ、安全確保して、さあ、次の段取り行きましょう。さあ、お互いコーナーに飛ぶ方向を決めて、そしてジャンプ。
これはどっちかがですね、かがむんですね。はい、どっちかがジャンプ、どっちかがかがむでいきましょうね。先すいません、そしてゾンビゾンビお互いに上がってしまいました。さっきの3倍は上がりましたよ。バカバカですね。もう本当お客さんの数が半分に減ってしまいました。さあそして堀本ちゃんジャンプ、そして満潮のジャンプ、そしておっとしっかりジャンプをしようというわけなんですね。そうです、これで守られてもしょうがありません。さあそして満潮が自らですね、自分のコスチュームをはだけて、そして森本慎也のジャンプ、これは今日1位タイ、そしてひっくり返す、これも痛そうだ。さあそれにめげずガードおじさんがもう1回ジョップ、これは重たいジョップだ、体重100キロ、そしてデコッピー、これは痛い反撃だ、地味に痛いぞ。さあそして森本慎也、さあ胸をはたけたところに森本慎也の重爆キック、体重100キロから繰り出される重爆キック、そして番長がゲンコだ。さあ地味にこれ痛いことですね。さあ番長胸元が腫れ上がっております。さあそしてさあ地獄谷ポンタにダンキー、さあ番長清原がさあ2対1と予想だ、そして首投げからのさあ地獄谷ポンタ、おーい、これは熱い、これかなりマンチ熱そうですね。熱い、これはもっと自分で頭を使った、マンチ熱い、これはですね、熱いから返すんですよ、よくないコーナーです。で、熱くしない方が返さないですから、で、熱いから返すんですよ。さあ、そしてホール、さあ、そして痛めつける、痛めつける、痛めつける、さあ、痛めつける、痛めつけて、さあ、これでホール、あーんで返します。熱いから返すんですよ。なんだよ。何言ってるか分かんない。さあそして首投げからおっと出るのか出るのか、15段ポンタのこれ得意技ですね。さあトップロープの上を今歩いております、いや歩いております、地上0メートルトップロープの上、これ大変危険ですのでね、真似しないでください。非常にバランスが非常にバランスが求められております。さあこのトップロープの上をさあ上手に歩いております。さあ15段ポンタ、さあこのバランス感覚は非常に目を見張るものがございます。さあそしておっとその場合はバナナをバナナをもらいまして、バナナを競技に使う、うわだ、さあここで投げたところで、さあ強くなりポンタ一体どんな手間を向けるんでしょうか。さあそしておっと場外からのスワンダイブ行くぞ、スワンダイブ大丈夫でしょうか、スワンダイブ式の、さあトップロープに誘ってスワンダイブ登る必要があったんでしょうか。さあよっしゃ飛ぶぞ、さあ飛ぶぞということで、おっとさあ地獄谷ポンタが見ているのか、さあ場外への場外への場外のブランチャー、さあ海の中に海の中に持ってってください、海の中にお父さん、いいぞお父さん、これは完全に完全に、ブレーン
ね、後ろに戻しましょう。さあ、係長、病み上がりですからね。病み上がりですから、なかなかうまくいきませんけれども。さあ、地獄の日本だが今、怪盗手に戻ってまいりました。さあ、気を取り出して胸へ。この砂浜でもさすがに痛いでしょう。ブレーンマスターを食らいました。さあ係長、そしてホールの体勢に入るのか。終わり。さあ終わり、フィニッシュ宣言。さあ係長のムーンサルト。10分25秒。安全式ムーンサルトによりまして、特命係長佐野の人、万長清原組の勝利です。